はいどうも、マジのジャンネルです。本日は練習前にちょっとカメラを回してるんですけど、いつも撮影を手伝ってくれてる後輩がですね、新しいミットを購入したってことで卓実スポーツさんで購入しまして、ドートさんに送ってもらいました。で、それがこのプロステのミットなんですけど、今カメラ持ってもらってる後輩がですね、ファーストミット前使ってたのが切れてしまったとっていうので、ちょっとドートさんにこのプロステを送ってもらいました。で、片付けをちょっとこれからやってほしいってことなんで、どのくらい柔らかくすればいいですか？結構ペニャンペニャン気味に。ペニャンペニャン、はい、もう試合で使えるぐらい。そうですね、まあどっちかというと結構柔らかめが好きなんで。 OK です。ちなみに今使ってるミットってありますか？まあ一応持ってます。はい、それちょっと見せてもらっていいですか？はい、はい、はい、こんにちは。こんにちは。こちらが前使ってたやつですか？7、8年使ってると。あ、そんな使ってるんですね、はい。ローリングスのまだロゴがありですもんね、でかい R マークの。はい、で、どこが切れてしまったんですか？ここが切れちゃってて。はい、はい、ここもう。ああ、確かに確かに切れそうなんで。はい、わかりました。はい、で、はい、今回買ったミットちょっと見せてもらっていいですか？はい、プロステの公式ということで。お、なるほど、はい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 。オレンジ一色のミットですね、こちらが。はい、そうです。これをじゃあちょっと自分がスチーム片付けしようと思うんですけど、はい、型はどんな感じがいいですか？掴む。結構縦系ですかね。縦で。なるほど。縦取りな感じで。はい、わかりました。でちょっと今から片付けの方をしていきますので、またできたら持ってきます。はい、はい、ありがとうございます。お願いします。ありがとうございます。はい、というわけでモンタナスポーツさんに来たんですけど、このミットを簡単に紹介しますと230型ということで、定番のグローブになってます。で、こちらですね、ちょっとどんなミットかっていうのを紹介してもらった後に片付けをしていこうかなと思います。では行きましょう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。動画撮ってるの。動画。頑張ってください。ありがとう。よし。どうぞ、お疲れ様です。こんにちは。ちょっと今日はですね、こちらの公式ミットを持ってきたんですけど、 Z の公式の定番品って何型あるんですか？Z は3型あります。3型、はい、でこちらが定番品なんですけど、はい、このミットの特徴というのはどんな感じですか？このミットはですね、ポケットが広くて深い。広くて深い、はい、でなおかつこう開閉がスムーズな、はい、型のミットになってますね。230型、はい。ちなみになんですけど、はい、他にはどんなやつがあるんですか？他はですね、カタログをすみません、はい、見せしちゃいます、こちらの330型、330型、はい、あと430型。この上のやつが今の230ですね、はい、これですね。広く深いポケットで開閉がスムーズなモデル、はい。左下のやつが330型が深めのポケット設計。深めのポケット、はい、はいはい、でこちらの430が一番こう小ぶりな、小ぶり、うん、操作性重視のやつですね。なるほどですね、はい。じゃ結構あれですか、こことここは似てるっちゃ似てる感じですか？そうですね、ただ一番オーソドックスなのはやっぱこの230型かなと思います。今回のやつですね。はい、わかりました。ありがとうございます。ですので、まあ、定番品を購入される場合はちょっとこの辺の参考にファーストの方はしてほしいかなと思います。はい、ありがとうございます。ではとりあえずスチームに3分入れていきましょう。でちょっと様子を見てって感じでしていきます。最初の現状としましてはこんな感じですね。ちょっと動くは動くんで3分で様子を見てみましょう。では入れていきます。はい、では取って早速やっていきましょう。はい、では早速やっていきます。まずは土手の部分、ファーストミットなのでここはそんなにほぐさずに、ここのまず関節をつけていきます。でこういうしっかり掴む系にやっていきます。まずはここほぐします。次にポケット、ここの部分ですね、ここを手で押さえて体重かけます。少しウェブの方をほぐしていきます。でもファーストミットなんでそんなにここをほぐさなくても、軸をこういう感じでつけたいんで、あまりこのラインはほぐさずにいきます。このラインをキープしてこういうイメージでいきたいですね。そしたら次に手を入れていくんですけど、これが小指2本対応してますので、小指2本入れて体重をもう1回かけます。
で今ここの2つですね、親指の部分と小指をほぐしたんですけど、まず基本的な開閉動作、これはいい感じにできます。ですので次ポケットを作っていくんですが、まず奥でしっかり補給する、ここ一番大事なんで、まずここを先に作ります。形がもともと綺麗なので、そんなに癖強くやることなく、オーソドックスにこことこことこことっていう感じでやっていくと、形を結構綺麗に簡単にこう縦に使える感じになるかなというふうに思います。はい、いいっすね。そしたら次ボールを入れてポケットの欲しいところに体重をかけていきます。しっかりまず補給するここですね、ここに体重かけるのと、ちょっとまあ土手付近も体重かけて、まあここの2つですね、こことここをベースで作っていきます。指をはめてボールを挟み体重をかけます。これいつも言ってますが、ポケットを潰さずにポケットを作れますので、おすすめかなと思います。うん、いい感じですね。やっぱりミットなんで、いつも自分がつけてる内野手よりも指がまず長いっていうので、ここを曲げるのは良くなくて、ここはしっかり立たせて、ここの付け根から曲げていく、これをちょっと今回意識してやってみましたが、素直についてくれて癖なくできたんじゃないかなと思います。で今形をつけてみて、少しだけウェブ硬いんでちょっとだけほぐしますけど、あまり弱くならないように軽くほぐします。ちょっとここだけ連動させたいんで、そうですね、こうするとだいぶ全体的にほぐれていい感じになるかなと思います。いいですね。はい、その後叩いて揉んでを繰り返して、現状がこんな感じです。だいぶ形もオーソドックスではあるんですが、癖なくつけられたんじゃないかなというふうに思います。縦に使うこういう意識で、今回こだわったのは土手崩さずの親指と小指の関節、ここをしっかり付け根をほぐすという意味でつけてみました。公式で使用しますので、キャッチボールしていけばすぐに馴染んでくれるんじゃないかなというふうに思います。というので片付けを行いました。はい、というわけで本日はモンタナスポーツさんで、こちらの Z プロステの公式ファーストミットを片付けする動画でした。この後ですね、また群馬で撮影があるときに戻って後輩の方に渡そうかなというふうに思います。片付けてみての感想はですね、癖がなく片付けもしやすかったかなというふうに思います。 1,2,3 をほぐしてポケットを作っていく感じで片付けられたんじゃないかなというふうに思います。というわけでまたですね、面白い野球道具とありましたら紹介しますので、チェックの方よろしくお願いします。それでは今日のチャンネルは以上です。エウリュッシュ。そして2月のプレゼントはこちら、ハイゴールドの新ムートンを4名様にプレゼントします。新ムートン何が変わったかと言いますと、ロゴが新しく変わったそうです。3000円超えるムートン、こちらを4名様にプレゼントします。そしてもう一つはこちら、サブチャンネルで1名様にプレゼントしますので、同じ条件でやっております。チャンネル登録&コメントで応募完了です。たくさんのご応募をお待ちしております。当選発表は2月の28日に行います。たくさんのご応募をお待ちしております。エウリュッシュ。2020年12月オリジナルブランドを立ち上げました。こちら GS グローブ、内野手用と外野手用が販売されております。そしてこちらは GS スパイク、2つとも動画の概要欄からチェックできますので、チェックの方よろしくお願いします。